なんか、とか、なんかその、要するに、なんて言ったらいいと、何かしらそこで何かをしよう時間やけん、その時間はテレビを見置かれるっちゃね。見置かれるっていうか、まあ、大体ストーリーを追っかけられるっていうかね。でけん、なんかね、この時間って朝ドラのヒロインって大体ね、みんな有名になっていくっちゃ、この、それで、とにかく、星野三兄弟のお母さんのお話でさ、肝が据わっとうってことはそういうことやねってやっぱ思ったね。うん。いや、あの時代やけんさ、それこそ、お金持ちのお嬢さんが逆に言えば、食べていく術がないわけよ。ね。だけ、身を売ってお金を稼ぎにしちゃうだよね。でもそれを通称パンパンって言っちゃうけどさ。で、それはさ、馬乗りになってから暮らしよったよ。友達は。あんた何考えてんねんって書いてで、なっちゃったりと。そういう過去とかもちゃんとあるのにね。ウェディングドレスを、結局、その彼女に作ってあげたいっていう男性が現れた時も、彼女の後ろ、要するに、過去の話は聞かれましたかって、皆さん、全部は聞いてませんけど、だいたい察しがつきますと。ね。何を、で、そういうのも、うんぬんちゅうことでさ。で、ただ入籍をしに行くっていうだけやけども、ウェディングドレスを着せてあげて、確か、あれ、なんかいな。お母さんたちが、親御さんたちが用意してるのを持ってるはずですよ、彼女はって言うけど、いや、あれって、そういうのは全部置いてきてるって、持ってないということでしたので、うんぬんちゅう。それで、ただ入籍をしに行くっていうだけなんやけど、うんぬんっていう、その、相手さんの話は用途、なんか、ね、理解してくれて。で、お友達が、パーマネントっていう、パーマ屋さんを始めとおっしゃって、それの、パーマネントの、あれを東京にこう持っていくときも、ドラマがあるっちゃ。うん。で、要するに、寝とううちにもうすぐその、ほら、持っていかれるもんやけ。ちゃんとこう、リュックを抱えたまま寝とうしゃっちゃばってさ、不老児たち、子供たちがこう入り込んで、ドラマーってゴージャスでけどさ、ちっちゃい女の子が結局自分の布団の中に隠れとうのを気がついとった。でも、それは、ここに泥棒がおるよっていうのを言い切らんでさ、まあ、とにかく朝になったら、すっと、そっと逃がしてあげようと思って、黙ってしとったらさ、自分の帯の中の仕入れ、布を買うために仕入れ、わざわざ、大阪から、岸和田から、東京に出てきとんじゃってから、それはすっかり盗まれとんじゃうわけよ。でも、それでもそれはもう何も言わずにね、しっかり生き延びや、とか言ってから、もうそういう時代よ。ね。で、その時に、まあ、だけど、ご主人亡くなっとんじゃうわけね。それまでも結局、呉服の、お店やったっちゃけど、洋装のね、ドレスを見て、ファッションしとんしゃーまいってさ、そのドレスは作るっていうんで。だけど、なんかいいの。本当に肝が据わっと、女性の実業家を目指すとやったら、ね。自分の、なんかいいの。人をさ、もう、だけ逆バージョン、男性の面倒を見るぐらいの、力量がないと、ビジネスマンにはなれんって話で、私から言いました。なことは、って言われると、ちょっといいけどね、それはね。っていうぐらいの人じゃないとビジネスマンだ、言わんと。だけ、はっきり言って、普通の主婦のちょっと延長上みたいな。今なんか、ね、偉い女性起業家が流行っとばって、もう、偽物ばっかり。違う。やっぱカーネーションすごいよ。カーネーションのお母さんやっぱすごい。やっぱああいうね、もう何もない時代、ね。何もない時代で指摘しちゃったんです。やっぱあれは勉強になるよ。岸和田のおっかさんは。ね。ということで。朝ドラのあれってね、必ずそういうふうなね、あと、アグリさんとか知らん。アグリとか。アグリ知らん。知らん。こいつさん、アグリとか知らん。ドラマの題名ですよね。ドラマの題名っていうか、92歳ぐらいまで現役の美容師さん。あ、お友達。
思い出した。うん、ちょっとそんな感じで、ね、ちょっとね、有名になった人の、お母さんのエピソードとか、要するに年齢が、時間が経ってきておけば、ほら、こう、要するに小説、ドラマになるというか、家中の人ではない、どれくらい、やっぱりこう、凡人じゃない人のドラマだよね。うん。でも、この間あったお日様っていうのは、あれだよ。普通のじゃないけど。うん。とにかく、若い頑張る女性が主人公だよ。朝ドラのやつは。で、うん。そう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 。見るのが、女性ですかね。うん。いや、それがね、これがね、ゲゲゲの女房ってほら、この間あれ言ってない。ね。あれね、意外と男性のファンが多いって、あのドラマ。うん。理想の女性が多いってのね。バブキラのご主人とかさ、録画までして見ようで、あの人とかって考えられる。いや、私、ご主人と多分意見合うかもしれない。うん。そう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 。で、私もね、なんであんなのをね、こう、心がけて見るようになったかっていうと、ほら、ブログを書くやない。で、NHK って全国区やない。誰でも見よっちゃう。だけん、ローカルじゃない、ああいう、なんていうか、暖かくなるようなドラマ、あとは頑張る人のドラマみたいな、なんか、あれぐらいのを知っとって、あれを話題にすると、なんか、ね、共通の話題なんよね。っていう意味もあったけどね。私が、こう、勤めて見るようになったのね。OK。まあ、あれ、お昼間有吉、何回か何度も、こう、うん、ね、有吉、なんか見る機会あるやろ。うん、あれは見とっていいと思う。見とっていいというか。ああ好きなベクトルやね。うん、で、私も、やっぱびっくりした。衝撃的やった。うん。すごいなぁと思ってね。そうやって話はね。うん。ショーの器。うん。だけど、ショーの器を感じさせる人じゃないとビジネスは多分成功せんね。うん。小の器とも、女とか男とかじゃなくてね。そんな、女性の方が面倒見るじゃん。すげえ。で、それはもう、で、みんなにさ、ね。で、今までお母さんがしたこと、間違ったことがないけん、ぜひ、あれしてくださいって。許したってください、みたいなことを、娘たち3人、ちっちゃい娘たちが言うとよ。ちっちゃい娘たちよ。一番上はいくつかやな。ね。見た目から言ったら、5歳、8歳、10歳、12、3歳ぐらい。とにかく小学生ぐらい。まだ中学になってないぐらいの感じの子たち。女の子のしかし多いね。すごいよ。びっくりした。そこまで大人じゃなかった。